皆さんこんばんは。毎週日曜日夜9時から30分間 FM 那覇のスタジオにお届けしていますユッキー校長の沖縄サンデードライブ、放送第9回となります。今週もアクアドライビングスクール沖縄本校校長の与那嶺幸弘が、移動のできる自由、ご自身で運転ができることで広がる可能性、小さな喜びと幸せをコンセプトにお話していきたいと思います。はい、もう9回になりました。で、今週はですね、あんまり聞き慣れないこの運転の支援についてお話していきたいと思います。で、それがですね、新商社運転再開支援ですについてお話していきます。で、そのお話していく前にですね、ちょっと最近私がですね、ハマっているものを紹介したいと思います。それはブラックコーヒーなんですけど、ただのブラックコーヒーではなくて、朝摘みって皆さんご存知ですかね。朝炭にして、もう粉末状、とっても細かいで、炭をこのご飯に入れたりとかで、いろんな食べ物に入れて、まあ腸活していくものなんですけど、まあ健康にいいよって聞いたので、それちょっと始めてます。で、毎回ご飯にね、炊く時にご飯入れ、スプーン一杯分入れて炊いたりとか、ちょっと黒いご飯ができるんですけど、ちょっと見た感じは美味しくなさそうだけど、そんな味もないしね、匂いもないので、本当に何も変わらない、美味しくいただけるので、色がただ黒くなるだけです。で、体にいいって聞いて、それを最近コーヒーに入れてですね、飲むのがちょっと習慣になってまして、しかも濃いめのブラックコーヒーではなくて、めちゃくちゃ薄いコーヒーです。で、もう麦茶じゃないかぐらいな勢いです。で、ものをちょっと朝と夜に飲むのが日課になっています。皆さんもね、ぜひめちゃくちゃ薄いコーヒー試してみてください。もう本当に麦茶状態ですね。はい、で、メッセージもお待ちしております。アドレスはoffice@aqua-driving.okinawa です。 office@aqua-driving.okinawa。 それではユッキー校長の沖縄サンデードライブ、今週もご一緒ください。この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。 FM 那覇78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。この番組は運転をテーマに、運転のコツや明日から行けるドライブコース、一発試験、合格のポイントをお話していく番組です。はい、今日は新商社運転再開支援ということで、まず前半でですね、新商社支援をこの行おうと思ったきっかけです、それについてお話していきたいなと思っております。で、後半に実際にちょっと障害持ってしまったけど、どうして運転したらいいかっていう、わからない方向けにちょっと発信していきたいなと思っております。よろしくお願いします。で、まず前半にですね、で、私がこの新商社運転再開支援を行おうと思ったきっかけです。で、それが2つありまして、1つ目ですね、それが私が教習所で指導員を現役でやってる時の話なんですけど、この四肢にちょっと障害がある、四肢っていうと両手両足どちらかに障害があるってことですね。ある学生さんが入校してきました。で、その時にこの方は、まあ、手と足に障害があるけど、なんとかですね、ハンドルも回せるし、ね、皆さんと同じようにこの普通にアクセル、ブレーキも踏むことができました。なので、ね、普通に入校して、皆さんと同じように教習もスタートして、で、学科も受けて、で、技能教習も進んでいくかなと思いきや、ちょっと技能教習の方がですね、ハンドル回すのがちょっと手こずってて、ちょっと順調とは
言えない進み具合だったみたいです。で、まあ私はちょっと担当したことはなかったんですけど、他の指導員さんがね担当してずっと面倒を見てたみたいで、でそこでですね、このハンドル操作がちょっとやっぱ難しいなっていうことで、指導員のこのミーティングの中でですね、どんなした方がいいのかなっていう持ちまして、で答えが出たのが、ハンドルに旋回グリップといって、片手でも楽に回せるグリップで、ちょっと握るやつがあって、それをくるくる回すともうハンドル回していけるっていう、ね、その旋回グリップっていうのがあるんだけど、それをちょっと取り付けたらどうかっていう話で、じゃあちょっと試しにやってみようってことで、取り付けして、その子が運転したんですけど、したんですね。そしたら、あ、スムーズにハンドル回せるし、ね、右折も左折も上手になってきたな、じゃこれでじゃ進めていこうということで、ね、教習も順調に、そこから順調に進んでいきました。でじゃあその子がいざ検定、ね、やっぱ仮免の検定が最初に来るので、仮免の検定ってなった時にですね、ちょっと事件が起きまして、その検定ではその旋回グリップは認められないよと、外してくださいってなって、で本人もポカン状態で、そのね進めてきた指導員たちもね、あどうしようみたいなっていうことで、でもその試験はやっぱ受けられなかったんですね。で調べると、やっぱこの最初で入校した時に何も条件がついてない条件で入校してるので、もう何もついてない試験車両で試験を受けないといけない。でも最初でこれが旋回グリップ付きの教習っていうこと形で やっていれば、それはその試験もそれで受けれたんです。そういった条件ではなかったの で受けれなかったっていう形はあるんですけど、しかもちょっと最悪なことに、進めてきたこの教習もこの旋回グリップつけた時間の分はもう無効となってしまって、もう一回最初からで、また条件を付け直して旋回グリップで教習を進めていったっていうことですね。でこれもやっぱ私も含めですけど、やっぱこの指導員の知識のなさっていうんですかね、でまだわからない部分が多すぎて、それも確認不足とかもあったんですけど、そういったのからね、お客様に迷惑かけてしまったっていうね。でもっとね、やっぱ知らないっていうことがどんだけ怖いことかっていうのもちょっと思い知らされたところです。で次に2つ目ですね。でこのことはまた別なんですけど、その方は両足に障害があって車椅子の生活をされてました。で新規で免許をこの取ることができて、でいざじゃあ自分の車を改造するってなった時に、あその改造した車もこのか足がねちょっと不自由だったので、じゃあ手で運転する手動装置っていうものをねつけたんですけど、その手動装置っていうのをちょっと説明したいなと思いますけど、まあ両足で皆さん右足でブレーキとかアクセルとか踏みますね。でもその両足が使えないので、手だけで運転する、手は右手がハンドルで旋回グリップを掴んでくるくる回す、で左手が開くので左手でまた違うレバーを作って、それがブレーキとアクセル連動してるんですね。でそれをレバー自体を左手で手前に引くとアクセルで、奥側に押すとブレーキがかかります。アクセルも引けば引くほど強くなる、でブレーキも強弱できて、軽く押すと軽いブレーキ、グッと強く押すと急ブレーキ、まあ、強弱ができます。でその装置を運転するってなって、で私もちょっとそんな装置最初見たことなかったので、なんだこれはという、これで運転できるのかっていう、足を使わずに、でちょっと感動もあり、ちょっと驚きもありっていうことで、でその車をねちょっと私も運転していいですかっていう形で運転する機会があったんですけど、もうちょっと今までやってきた足での運転ではないので、もうアクセルブレーキどっちに引いたりと、アクセルやるつもりがブレーキかけたりとかですね、
ブレーキやるタイミングでアクセルグーンで手前に引っ張っちゃったりですね、そう結構あったので、でこれがこんなに難しいものなのかっていうものを、その子はなんか軽々と運転してたっていうね、ちょっと驚きでした。でそういったのもちょっときっかけがありまして、でこうやってね車を改造すれば、身体に障害がある方でも運転ってできるんだってそこで思って、じゃあそのサポートを私がしたらもっとそういう子が増えるかなっていうのを思いまして、じゃあサポートをしたいなっていうことで、自動車学校を辞めてちょっと独立するっていう形にも、ね、なりました。はい、で今はアクアドライビングスクールとしてちょっと頑張っております。でですね、で最後にです、最後ですね、この2つ目の次に沖縄県ですね、福祉車両を運転したいという方にとってとってもいい環境であるということをちょっと知ってほしいなと思いました。でそれはですね、全国的に見てもこの福祉の改造車両を改造してくれる業者さんというのがそんなにないんですね。であったとしてもその県、全国的に言うとその、ね、例えば九州だったら何箇所かしかないの で例えばですけど、熊本県にその業者がなかったら福岡までちょっと相談しに行かないといけないとか、そういったのもあります。大阪だったら大阪にないんで隣の兵庫県行ったりとか、東京だったら、ね、東京にないんで隣の千葉に行ったりとか、で結構そういったのがあるので、沖縄県はですねこの県内本島にですねその業者さんが2箇所あります。2社もあります。でその1社目がですねこの宜野湾市伊佐にあるタイヤランド沖縄さんで、2社目が読谷村木名にある日清自動車工業さんの2社ですが、沖縄の福祉の改造をしております。でその1社目に紹介したタイヤランド沖縄さんと私が運営するアクアドライビングスクールが連携をしてこの身体に障害がある方の運転支援をしております。でそのタイヤランドさんが持ってる福祉車両を私がお借りしてお客様の元に向かって練習を進めていく、それまでにちょっとねその過程があるんですけど、どういったところで練習したい、でその練習する前にはまたどういった条件があるとか、でどういった車が合うかとか、全部相談でちょっと進めていく形なんですけど、それをちょっと後半でお話できたらなと思っております。それでは CM いきます。この番組は一生使える運転技術を提供し、皆様の安全安心幸せな毎日を全力でサポートするアクアドライビングスクールの提供でお送りいたします。毎週日曜日夜9時から30分間FM 那覇のスタジオからお届けしております。はい、前半に引き続きこの新商社の運転再開支援でどういった練習方法があるかとか、ちょっと後半でお話できたらなと思っております。はい、で先ほど紹介したこのタイヤランド沖縄さんと私たちアクアドライビングスクールが連携してこの新商社の運転再開支援をしていますっていうことですね。で、どういった方がまず練習をするかっていうのをちょっとお話ししていきたいなと思っております。ね、まず最初にですねこの先天性、生まれた時から障害がある場合ですね、ちょっとまたその方たちは、ね、免許を取るまでにちょっと時間がかかったりとか、でいろんな教習所を合わせないといけないのでちょっと難しいお話になるので、ちょっとここは今日は省いてね、次回にお話していきない、いきたいなと思っております。で今日はですね、後天性、中途障害です、の方の再度運転をしたいなと思っている方向けにちょっとお話ができたらなと思います。
で、後天性とはですね、今まで普通に生活してた方が怪我や病気によってね、身体に麻痺が残ってしまうことを言いますね。で、麻痺を持ってしまったら運転を諦めてしまう方が多いです。で、そういった方をサポートしていきたいと思っております。で、そのような方、今まで普通に運転していたんですけど、それがね、この今言ったように怪我や病気によって運転ができなくなり、ね、また運転したいなと思っててもどうしていいかわからないっていうね、また家族もで本当にできるのかなとか、いろんな心配があると思います。でまずですね、最初に一つ目、右肩麻痺があるけど、でけれど右側も少しある程度は動かすことができるので、ペダル操作もできるかもしれない、できそうだな。でも本当にできるかわからないですよね。で、今度四肢に、2つ目です。四肢に麻痺がある。どの手、どの足で、どの操作をした方がいいかわからない。うん。で、今まで使った右足がちょっとしびれてるとか、少し麻痺があって踏んでる感覚がわからない。でもなんか動くから踏めそうかなとか、そういったのがあります。で、3つ目。どんな補助装置が必要なのかも、全くイメージできないとか、まずその種類もわからないし、で自分に合ったのもどういったものを使えばいいかわからないとか、そういったですね、でこういった悩みがあると思いますが、そこで私アクアドライビングスクールではなくてタイヤランド沖縄さんでですね、アルファベットの DTS といってドライバーテストステーションっていうのがあります。ちょっとゲームセンターでいう、ね、ゲーム機の大きい、ね、シミュレーターみたいな感じなんですけど、画面上にはですね、またあんな映像ではなくてですね、またちょっと違ったのが出てきます。で、その装置を使って測定することができますよ、でそれはですね、まだ日本でも4台しかありません。その DTS、ドライバーテストステーションは日本に4台あって、そのうち沖縄にこの1台タイヤランド沖縄さんが所有してます。で、その装置はどんなものかというと、先ほど言ったゲームセンターのシミュレーターのようなものですけど、常にですね、この画面には横断歩道や車とかは映っておらず、数値とかグラフですね、そういったがメインで映ってて、この人が飛び出してくると映像がないので、判断力っていうよりも操作力に特化した測定をする装置となっています。その装置を使って何が測れるかというと、今まで踏んでたこの足でね、ブレーキアクセル、ね、普通に踏んでたのが、そう踏めるかどうかって分からないというか、筋力測定ができます。で、ハンドル回してたけどその力もあるかなっていうね、ハンドル回す力で、アクセルを踏む、ブレーキを踏み込む力で、あとはもう全般的なものです。ウインカーだったりとか、ワイパーとか、手で操作する場合の力なんだかを測っていきます。で、あとは反応力測定ね、信号が変わった、信号の映像が出てきて、信号が赤に変わったらすぐブレーキ踏んでね、その何秒後にアクセル離してブレーキまでに 0. 何秒かかったとかですね。で、安定性測定とか忍耐性測定ですね、アクセルを維持できるかとか、40キロのところをずっと40で走ってください、アクセルをキープできるかとかですね、筋力がなくなっていったらどんどん緩めていったり、緩んでいったりするので、そういった測定をすることができます。で、このデータをもとに運転に適しているか、またどの改造が必要なのかのアドバイスができます。で、私もですね、実際にこの DTS で測定している方を見たんですけど、この方たちは脳梗塞とか病気でですね、倒れてリハビリして、じゃあ今から自宅に戻るかっていうね、戻る時にじゃあ車の運転もできるかの測定だったので、やっても大丈夫かなっていうことで試しにやってたんですけど、実際に測定してみて、本人さんは今まで通りアクセルとブレーキ踏めるっていうイメージはしてたみたいです。でも実際に測定すると踏み込んでいく力が弱くなってますねっていうデータが出てきて、じゃあ今度手での先ほど言った手動装置
手でのブレーキとかアクセル、じゃあやってみましょうってなった時に手の方が断然あの反応も判断力もいいし、ね、あの操作力も高い、じゃあ手で運転した方があの安全だと思いますっていう判断になったとか、いろいろなパターンがあります。測ってみて気づくことがありますので、一度ですね、なんか自分もこれで測ってみたいなって方は一度ご連絡ください。はい、でそのデータも重要ですが、もちろんですね、運転するにあたっては一番重要なのが医師の診断書をもらうことです。うん、で次にですね、医師の診断書を持って公安委員会の適正係とあります。うん、免許せん運転免許センターに行くと、まあ、各分校でもできるんですけど適正係があるので、その適正相談を受けて、そのままの普通の車でいいのかよりか、普通の車に先ほど出てきた旋回グリップをつけたりとか手動装置をつけたりとか、その条件をつけてもらわないといけないです。うん、で条件が何もつかない方は普通の車で運転しても構わないです。ただ条件つけた方はその車に、その条件通りに車を改造する必要があります。ね、その改造されてない車を運転したら無免許運転になっちゃいますので、そこら辺もちょっとご相談ください。でまあね、この医師からも診断書もらって、公園からも運転していいよって免許証ももらいました。じゃあ一番ね、この運転する前に心配なのはですね、やっぱ本当に改造してね、改造した後自分が運転できるかってなった時にちょっと心配なんですよ。でそこで心配なので、その改造する前に相談に来てほしいなと思うのが、で相談すると、あこういった車で練習したら、あこういった車に改造したらいいですよって、もう出来上がった車両に似せた近いものをタイヤランドさんが作ってくれるので、合わせてくれますので、でそので福祉のレンタカーで、その私がレンタカーをお借りして、お客様のご自宅だったり職場だったりね、そこまでお伺いしますので、その車両を使って自宅周辺だったり職場周辺、通勤ルートを練習していきます。で練習して、最初は皆さんですね、アクセル踏むのが怖いとか、久々なんでアクセル踏むのが怖い、本当に踏めるかどうかわからないとか、でそれが練習していくうちに、あ慣れてきたら楽しいですね、やっぱ車の運転って楽しいですっていう言葉に変わってますね。その試しにね、練習して改造に踏み込むとなお安心かなと思っておりますね。でその運転ができることでね、自由にね、移動して好きな時間にね、好きな場所に行けるっていう喜びをね、私たちも全力で応援していますので、はい。で運転できないと諦めている方、もしくは私の家族に怪我で運転ができなくなったけど、もう一度運転できるのかなって思った方は一歩ご連絡ください。ね、アクアドライビングスクールのホームページ下にお問い合わせがありますので、そちらからこういったラジオを聞きましたということで、新商社の運転を再開したいんですけどというメールをください。はい、お待ちしております。それでは CM です。FM 那覇のスタジオからお届けしていました、ユッキー校長の沖縄サンデードライブ。はい、第9回は新商社の運転再開支援ということで、このその支援をしようと思ったきっかけ、2つのご紹介と、沖縄はこの業者さんが2社もあって充実しているということですね。で後半でどういった測定をして、この練習方法だったりをちょっとお伝えしました。はい、では今週も安全運転でお過ごしください。
また来週の日曜日夜9時にお会いしましょう。パーソナリティのユッキー校長でした。